私の研究室いろいろなことをかなり、まあ、手広くやってる方なのかなと思ってるんですけど、特にまあ注力今してるものの一つとしては、金属有機構造体、英語で言うとメタルオーガニックフレームワークス、MOF って呼ばれる材料があるんですけど、それは非常に錯体化合物の一種なんですが、面白い性質を示すということで注目して研究を進めてます。でこの MOF、 MOF なんですけど、どういう材料かというと、その金属イオンと、有機分子が、組み合わさっていく中で、その普通は金属1個に対して、有機物、廃止と言われる有機物が、複数個くっついてそれで構造を作るっていうのが錯体なんですけど、さらにもう1個別の金属がついてまた有機廃止がついてっていう形で、連続して、結合を作って、で、非常に綺麗な周期構造を作るという材料になってます。でこの物質っていうのはその構造の中に非常に小さな分子のサイズの穴をたくさん持ってる材料になってます。でこの穴の特性っていうのをうまく使うことで、例えば、その穴の中に水素なんかのガスを、吸着させてあげれば、燃料電池の水素貯蔵材料になったり、その穴の中に入っていく分子ですねっていうのはその穴のサイズによって決まりますから、その穴の中に入る分子だけが反応するような触媒であったり、その他にもいろいろな、環境問題やエネルギー問題を解決するような分離材料であったり、デバイスの材料ですねといったものへの応用ってものを、目指して新しい材料の開発に取り組んでます。MOF の研究で、非常に面白いところというか、難しいところでもあるんですけれども、特徴としては、金属イオンと廃止の組み合わせで、言ってしまったら非常にたくさんのものが、種類のものが作れてしまうというのは、いいところでもあるんですけど、金属と廃止の組み合わせを変えれば変えただけ化合物ができてしまうっていうようなところも、ある意味の問題点としてはあるんですね。で、一説ではもうすでに2万種類以上の化合物が報告されているとも言われているんですけど、そういった非常に多様性がある構造の中で、どういった化合物がその実際に、例えばある種の分離材料に使うとか、そういった時に、適しているのかっていうのを今度は選んであげるっていうところが必要になってきます。で、実際にその2万種類なり何万種類っていう報告が化合物たくさん、MOF の化合物がある中で、実際本当に使えそうとか使われているものっていうのは、実はよく研究されているっていうものは本当に10種類もあるかないかぐらいになってるんですね。で、逆に言うと、まだまだそういう10種類に対応するような非常に高い能力を持った化合物っていうのも、探索の方法によっては見つけることが、できてもいいんじゃないかなとも思ってます。我々の研究室で、その着目しているというか、今後活用していきたいと思っているテクニック技術っていうのが、一つはその、様々な金属イオンと有機分子の組み合わせをその検討するために、ロボット合成ですね、自動的に合成するハイスループト合成と呼ばれるテクニックを利用して、人間の手でやっていたのでは絶対終わらないような大量の組み合わせっていうものを試していくってことを一つ目指して、そういった MOF のロボット合成ですねを行うということを一つの研究テーマとして行っています。ひたすらですね、ロボット合成っていうのは、機械にやらせればいろいろな組み合わせで化合物ってものを作ってくれるんですけれども、じゃあその例えば1000とか1万といった合成条件、実験条件の中で、どういった実験条件というのが有望なのかというのを絞り込んでいくのは、また人間がその1万個のデータを見ながら眺めながらやっていくというのは非常に、その難しいところにもなってくるという課題もあります。で そういったその自動合成 の、人間で追いつかない部分というところを、今度は別のアプローチとして、情報科学のテクニックですね、機械学習とか、人工知能っていったそういったテクニックをうまく統合してあげることで、これまで、MOF の研究ではどうしても人間では見つけることができなかった、見落とされていたような化合物であったりとか特性であったりってものを探していきたいっていうのを、技術として確立させるっていうことを目指して研究しています。非常に MOF っていう材料ポテンシャルが高いと思っていて、実際に世界中でさまざまな分野ですね、さっきお話したみたいな分離材料であったりとか、触媒であったりっていった応用が検討されてるんですけど、今私の研究室で注目して、これから進めていこうと思っている応用例として、太陽電池材料っていうものを考えてます。で MOF の一つの特徴として、有機物と無機物の両方の特徴を持っているっていうところがあるんですが、実際太陽電池も、一般には今はシリコン系の
あの無機物の太陽電池使われてるんですが、その無機物自体も、まあ、もっと、化合物半導体であったりとか非常にバリエーションがあって、まあ、どういった化合物がいいか無機物がいいかっていうのを研究がなされている一方で、有機物を使った有機薄膜太陽電池なんかも非常に着目されています。で、あの模風の非常に、まあ、特徴的な、まあ、いろいろな物性を組み合わせることができるっていう特性を、まあ、うまく使ってあげて、まあ、従来の有機系もしくは無機系では実現できないような太陽電池材料っていうものができれば、まあ、非常にあのインパクトがあるんじゃないかなと思って研究を進めています。まあ、特にやっぱりあの力をうちで入れているような、そのハイスループット合成と情報科学的な機械学習人工知能といったものを統合させるっていう手法っていうのは、まあ、模倣の研究だけではなくて今後あの材料開発ですねの一般的なあの非常に重要な手法になるんじゃないかというふうに考えています。であの、まあ、実際あのうちでもそういったプロジェクトに参加して研究を進めてるんですけれども、まあ、あの実際の模倣の材料開発っていう点がまあ非常に、まあ、興味深い点であるのは間違いないと思うんですけど、そこに加えて、まあ、さらにあのそういった情報科学的な取り扱いというものを材料探索っていうものに、まあ、取り入れることで、まあ、従来の研究方法ですね、人間がやっぱり見ながら一個ずつやっていたっていうところとはちょっと全然質が違うような材料開発の手法を展開するっていうところの、まあ、大きな目標としてはあの基礎技術に貢献できたらなというふうに思ってます。